道場の施工研究者の大学高野教です。今日なぜかあんまり寝れなくてですね、昨夜の、まあ、雷すごかったのがあったので寝れなくて、ちょっと背中が痛いです。そんな時にですね、アシスティックですね、ぜひやっていただきたい。こう、しっかりと動かしていく。ゆっくりでいいので、動かしていくと、いいです。特に右の背中が突っ張ってるんですが、その原因は左の脇腹が突っ張ってるから伸びないのでってことはあるのは分かってます。いでででででで、でかなり痛いです。こうやってしっかり伸ばしてあげるといいです。伸びがしっかりと出ます。へーな。上半身がね、動くだけで全然違ってくるので、僕なんかその動き硬いタイプなんで、アシスティックはその伸ばしやすいので、伸ばせないところが、自分で伸ばせづらいところがしっかり伸ばせるのでかなり有効です。回してあげるといいですね。いや、こっち行かないね、突っ張ってるから。何回も繰り返してあげるといいですね。だいぶ伸びますね。あ、いい感じ。よし、うん、だいぶ楽です。というルーティーンしっかりとやってみてください。サッカーなんかね、特にですけど、あんまり腕を使わない、スポーツやってる人は、特にですけど、上と下が繋がらない傾向があります。なので、上と下が全身として使えるように、上をしっかり使っていく、サッカー特にですね、頑張っていくといいかなと思います。それでは、ここまでです。